県内で被害が続く、電話でお金詐欺。昨日、一昨日と相次いで、いわゆる受け子の男が逮捕されました。巧妙化する詐欺の手口。県警は、実際にかかってきた詐欺の電話を公開して、注意を呼びかけています。まずは音声をお聞きください。<laughs> もしもし、はい。あ、はい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 。ど、どうしました。大丈夫。 風邪で声が出ないと嘘をつき熊本市内の家に電話をかけてきた犯人の女翌日再び電話が入り会社から金を横領して株を購入したため返済に1000万円が必要と訴えます2人でいる状態なんだよねいやもう500万なんあるよ お母さんが持っとる、買ってくれる。うん。もうあんたがソガン骨折するなんて思っとらんだった。ごめんね。時折声を詰まらせ、熊本弁も話しながら電話する犯人。しかしこれはすべて嘘の電話でした。 弱詐欺ってことで、本当にこういうのが手を返し、なおかえなくならないですね。本当ですね。喉が痛いふりをしてまで騙すって。もう。はい、うね<ー>。<質>騙されちゃいますよね。ね。あの、この後ですね。母親は銀行へ行ったものの、振り込む直前で詐欺と分かり、被害は出ませんでした。しかし、そんな中、熊本市内では相次いで電話をきっかけに金を騙し取った男が逮捕されています。その出口がこちら。 劇場型詐欺と呼ばれるものです。これはあらかじめシナリオがありまして、複数の登場人物がそれぞれの役でターゲットに接触していくんです。まず一件目、おととい、八十二歳の女性が百万円を騙し取られました。その手口がこちらです。今月二日の午前十時半頃ですね。熊本市内の女性に一人目の登場人物。 医師を名乗る男から息子の喉を診察したらがんがあると電話が入りますその直後に今度は二人目の登場人物息子の同僚を名乗る男から自分が病院に連れて行ったと電話があります続いては三人目の登場人物息子を名乗る男から病気で声がガラガラだと電話があり一旦電話は切れてしまいますその数分後に再び電話があり さっき電話をかけていた公衆電話に財布を忘れ盗まれてしまったその中に会社に納める金が入ったキャッシュカードが入っていたので支給100万円を用意してほしいという電話が入ります女性はその後金融機関に金を下ろしに行きますがそこで再び2人目の登場人物息子の同僚を名乗る男ですね。 二番目に電話をかけてきた病院に連れて行ったという男なんですがこの男が息子さんが血を吐きお金を取りに行けないので私の息子が取りに行きますと電話で話をしますその後四人目の登場人物同僚の息子という男が女性の自宅で百万円を受け取ったということなんですさらに 別にもう一件、きのうも似たようなシナリオで仲間と共謀し熊本市の90歳の女性から現金280万円をだまし取ったとして25歳の男が逮捕されています。とても こんな詐欺がもう頻繁に起きているということですよね、うん。これ今整理して聞くとそんなバカなって思うけれどもやっぱり動転しちゃうとねうん、うん、身内だと思うとどうにか助けてあげたいという気持ちになりますよねそこの心理をついているという点で悪質なんですがえさらに悪質と感じるのがです、ね、犯行グループが被害者に銀行で金を引き出すときの対策。 も進めているということなんですね県警によりますと銀行員が詐欺ではないかと被害者に声をかけてきた際に怪しまれないように孫の結婚資金というように被害者に指定してあの信憑性を高めてくるケースもあるということなんです本当に巧妙ですので皆さんお気を付けください熊本県警は改めてこのように言っています電話でお金の話が出た場合は全て詐欺と思ってほしいと